イ番ン線、コスタ・オリンピアとなるはずであった、純道系線、NCL、ノルウェージャンスカイ、コスタ・ビクトリアは、コスタ・クルーズが運行していた、クルーズ客船。本船は、ドイツ北部は、ブレーメンのブレーマー・フルカン造船所にて、コスタ・ビクトリア級の一番線として1996年に、竣工しようとしていた。しかしこの年、偽装工事中に、先の造船所が倒産してしまった。 これを受けて、同じベーザー川水域の川口部に立地するブレーマーハーフェンス市に所在する造船所ロイド・ベルフトが最終仕上げを行い、本船は同年7月13日をもって無事竣工した。この時点での船内施設の状態は、客室が964室で、うち573室が海側に面していた。同1996年の7月28日から、 ベネツヤ起点の地中海クルーズに就航。同年11月10日からはカリブ海クルーズを行い、以降下期は地中海、当期はカリブ海に就航している。なお、若干大型化されて、姉妹船、コスタ・オリンピアとして1997年から就航する予定にあった2番船は、ブレーマー・フルカン造船所の倒産によって建造が中断されたが、 艦在人を務めたノルウェージャイクルーズラインに未完成のまま売却され、この船もロイド・ベルフトが建造を引き継ぐことに名はいった。1996年10月6日に浸水したが、その後はしばらく進展がなく、1999年7月28日になってようやく竣行し、ノルウェージャンスカイとして就航し始めている。 2004年に1月12日から2月7日の間に大規模な改装を行われ、ロイド・ベルフトでデッキ9、10の海側客室242室とデッキ11のスイート4室にベランダが新設されるなどした。2012年からは通年でアジアに配線されており、11月から3月にかけては東南アジア、4月から10月にかけては日本、中国、 韓国を中心として運行している。2013年にはゴールデンウィークから9月までの間、HIS とクルーズプラネットが共同でチャーターして日本発議クルーズを行った。2020年、新型コロナウイルスの影響下で世界中のクルーズ船が稼働しないまま維持費だけがかかるという大変に厳しい状況に置かれている中、竣航から24年目を迎えた同船は比較的の 老朽戦となっていたため解体される運びとなった世界の同業他社でも同じ事情による敗戦処分が行われているありがとうございます